DIY は猫のため。こんにちは、猫と時の時です。今回はですね、これ、爪研ぎを作ろうかなと。しかも100均で、で100均でね、こういうなんか工作のところがあるんですけど、これでが売ってあるんですよ。これ100円で、110円で。で、これですね、ロープも売ってるんですわ。6ミリの3メーター。一応まあ3つぐらい買ってるんですけど。で、これが、で、多分爪研ぎできると思うんで、めちゃくちゃ簡単と思います。で、まあ、ステップルは、ホームセンターで買ったんですけど、ほとんど使わないんで、こんな感じになります。じゃあ作っていきます。一応ね、あれ、100円ショップはセリアさんで揃えました。全部これ全部110円、100均グッズになります。100均グッズになりますではやっていきます。これはどうやって開けるのか。開けれないのか。こっちからか。あ、こっちからやった。取っといた。行きましょう。こんな感じで、まあもう簡単ですよね。止めて巻いていくっていう感じになります。これでもあれちゃん、どんどんしたら揺れんちゃん。ステップルで、このステップルっていうのはあれですわ、ここか、電線とかを木に留めるやつです。そんな感じです。これで、であとはもう巻いていくっていう感じですね。んで、あ、ここあかんわ、危ないわ。マジかよ、斜めに本棚刺さるんだよ。これあかんわ。何やな。よっしゃ、こうや。微妙、しかも割れてきた。あ、やばい、これやばい。どうしよう、危ないしな。力はこんな感じだよ。力技、よっし
あーなんか微妙やな。よし、いけた。来ました。結局最後までやらなあかん。最悪や。最悪ですわ。微妙。巻いていきましょうか。巻いていきます。ちょこんな感じで、やっぱりちょっとずれるんで、いや思ったか難儀です。ここ真ん中にやったら危ないから、端っこでやった方がいいですよね。よく考えたら。まあいいか。いや、怪しいな。
ちょっとバレてんな。あ、バレてるわ。やっぱよくわかんねえ。だから短くした方がいいかもわかんないです、このあれを。長すぎるとやっぱ割れるんでしょうね、多分。 OK、 こんな感じでできました。いい感じでしょ。多分これで大丈夫と思います。 OK、 これちょっと危ないな。できた、綺麗。これできるでしょ。ちょっとまあ設置してみます。こんな感じで取り付けました。いい感じです。